皆さん、こんにちは。わたつけは地上波で放送される大家族ドキュメンタリーで有名になった一家です。2007年頃から放送が開始されるとたちまち人気になりました。現在までに続編が期待されるシリーズであり、大家族ものの中では圧倒的な知名度を誇ります。今日はわたつけに登場した子供たちの名前と生年月日、現在について書いてみたいと思います。また2015年の放送を最後に続編が登場しない理由について書いてみます。わたつけは島根県在住の子供14人、次男12女の大家族です。母の泉さんはバツ3で10人の子供を連れて、現在の旦那健二さんと再婚した経歴の持ち主です。現在の旦那の健二さんとの間には4人の子供が生まれています。14人の子供がいるわたつけですが、目立つ子もいれば目立たない子もいます。どの大家族シリーズでも言えるのが、美男美女と問題児はすごく目立つということです。美少女でファンの多い未来さんと、美人で気になると言われる七瀬さん、そしてネット上で賛否両論を巻き起こしたはるかさんについて掘り下げて書いてみたいと思います。わたつけの中で最も注目されたのが十女の未来さんです。放送開始の頃は小学生で小さかったですが、当時から家の手伝いを積極的に行っていました。中学生になる頃には下の子の世話、同居するおばあちゃんの世話をするなど、相変わらずな性格の良さを発揮しました。バレンタインには自分のお小遣いでチョコを作るなど、女子力が高いのも魅力でした。お父さんにお疲れビールを渡すのも未来さんの役目でした。欠点を探す方が難しいぐらい素敵な女の子でした。しかし現在の近況について調べてみると、まだ未来さんが10代の時期にネット掲示板で近しいと語る方が、妊娠してる、子供を産んだと書き込んでいました。多くのファンがいる未来さんだけに、信じたくない、絶対にガセネタという声であふれました。仮に続編があるとしたら、皆の関心は未来さんの現在に向くことでしょう。未来さんが人気になる前は七女の七瀬さんが大人気でした。反抗期になると義父健二さんに悪態をつき、喧嘩をすることも多数ありました。番組のカメラのこともめっぽう嫌いました。中学は松江の全寮制の中学に通い、一時期は番組にあまり登場しませんでした。高校は中退し、その後にアルバイトで生活していたそうです。17歳の頃にやんちゃそうな21歳の男性を家族に紹介し、妊娠したことを報告しました。目を見て話ができるとして、両親は男性のことを気に入り受け入れました。その後に大人になって出演すると、昔よりもさらに美人になっていました。現在でも人気のある方なので、続編では彼女の母親ぶりが注目される部分でしょう。14人の子弟の中で最も母親の泉さんの DNA を色濃く受け継いだのが三女の遥香さんだと言われています。結婚出産を繰り返したことで、わたつけでも悪目立ちしていました。18歳で結婚して最初の子供となる長女キサさんを出産しましたが、育てられないという理由で施設に預けます。施設に預けるまでは良かったのですが、旦那と離婚すると新しい彼氏とすぐに結婚、そして3ヶ月でスピード離婚したかと思えば再び新しい彼氏と再婚、節操のなさを疑われ、ネット上で賛否両論でした。施設のキサさんを一度引き取られたものの、その後に再び施設を送りにもかかわらず、3人目の旦那と2人の子供を作る。番組では父の健二さんも憤り、キサはどうするんじゃと遥香さんに怒っていました。健二さんは三女と縁を切り、代わりにキサちゃんを引き取る計画も立てましたが、実行はされませんでした。現在は子供を保育園に預けながらダイソーで働いているようで、施設のキサさんとは一緒に七五三をするなど、親子関係は続いてるようです。また遥香さんは4人目の旦那との間に4人目の子供を出産したという情報もあります。遥香さんは番組の中だけでなく、
ニコ生で番組のやらせを暴露したり、SNS で闇投稿をしたり、番組の枠を超えて活躍され、最もインパクトを残した人物であります。わたつけは2007年からテレビ東京でシリーズで放送開始されました。ずっと高視聴率を記録し、放送されればネット上で話題になっていた大人気シリーズ。しかし2015年の放送を最後に続編の放送はされていません。わたつけの続編が放送されない理由をめぐってはネット上では様々な憶測があります。主に言われているのが、母の泉と父ケンジが離婚したや、長男の大輔が逮捕されたとの理由です。また父のトランクス姿にクレームが入った、母に対する誹謗中傷が過熱しすぎた、三女の遥香が番組のやらせを暴露したなども理由になったのではとも言われています。わたつけの続編が放送されない理由で最も多く言われているのが、長男大輔さんが警察沙汰の事件を起こしたということです。ネット上でも検索画面に長男大輔逮捕と出てくるほどに大輔さんの逮捕が噂されています。逮捕の根拠を調べてみると、ネット掲示板に大輔さんの知人名乗る人が書き込みをしたようです。書き込みによると、大輔さんは友人の恐喝事件に巻き込まれて逮捕されたとありました。しかし具体的なネットニュースや新聞記事は見つからず、その後に週刊誌に取り上げられるようなこともありません。仮に事実だとしたら、間違いなく続編中止の理由にはなります。2019年頃にネット上で家族とつながりがあると名乗る人から2人の離婚話がありました。その知人を名乗る人の話では、泉さんと賢治さんは離婚しており、親権は賢治が持っているとのことです。そして母の泉さんは地元のファミリーマートでアルバイトをしているとのことです。それが事実だとすれば、賢治さんはシングルファザーとして相当に大変です。すでに放送当時の家族構成が乱れすぎてるがゆえに、続編は難しいのではないかとの見方です。過去のわたつけの放送内容を見ていても、父の賢治さんがトランクス姿で家の中をうろうろしている姿を頻繁に見かけます。実は番組はゴールデンの食事の時間帯に放送されることが多く、茶の間で賢治さんのトランク姿を不快に思った視聴者が多かったのです。実際に番組にもクレームが多くあったようで、それが放送中止の原因の一つではと言われています。わたつけの母泉さんはネット上でかなりひどい言われようでした。放送が始まったばかりの2007年から2010年頃まではそうでもなかったですが、スマホが普及した2010年以降からはSNS などで誹謗中傷が多くありました。泉さんに対する誹謗中傷の内容を主にまとめました。10人の子供を隠して3人だと偽り、賢治さんと再婚したことが詐欺的、子供を連れて下の階の住民に米を分けてもらう行為がパラサイト、規制的、お金がないのにツタヤで映画を借りてお菓子を食べたりパチンコしてる姿が憎たらしい、子供の送迎を理由に断固としてパートをしない姿が非協力的で慢心などです。学校に通う子供たちが冷やかしの対象になりやすいということで、続編を見合わせたのではと言われています。わたつけの放送は2015年頃が最後ですが、実は最後の放送の後に三女の遥香さんがネット配信で番組の裏側を暴露していたのです。番組の中でやっとの思いで車を購入したという場面がありますが、実は遥香さんの彼氏がずっと昔に車を提供していたようです。彼氏から手配してもらったワゴン R で子供たちの送迎は車でしていたようです。さらに番組では泉さんはバツイチのように報じられてますが、実はバツ3であることも暴露されていました。遥香さんのニコ生での暴露があった後に続編が出ていないことから、この暴露が影響してるのではと言われています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。
それではまた。